おはようございます。2023年の9月の20日、今日は20日ゼロ日です。ゼロ日ですので、交通死亡事故ゼロということで、合わせてですね、本日から秋の全国交通安全運動週間に入ります。今回の交通安全、週間ですが、特に お子様とそして高齢者の安全をやはりドライバー、もしくは歩行者、自転車の皆さんで守っていくというそういうテーマがあります。さらには、自動車、夜間などの走行、飲酒運転の撲滅、特に夜間、まだまだヘッドライトを下向きにして走っているドライバーが大変多いということで、やはりこれ全国的にですね、通常上向きライトで走るのが通常であるということを徹底させるべきだということで、そんなようなテーマも入っております。ライトを下向きにするのは対向車がいるときと前に車が走っているとき、そしてもう一つはガロ灯などで道路が明るいとき、この時はライトを下向き、他は必ずライトは上向きで使っていただきたいと思います。この来年になりますね、2024年、ちょうどこの布袋駅の今日はね、挨拶運動と、そして、ここで今日ね、やぶちゃんスイーツバスツアーのチラシなどを配布させていただきますが、この布袋駅の周辺が、禁煙に、設定されます。2024年2月からです。今年の11月の広報などで、周知はしていきますが、エリアの図に関しては今日の私の SNS などの投稿に掲載しておりますので、ぜひともご覧ください。さて、今日週半ばでまだまだ天気の方がこんな感じでね、どんよりして、いつ何時雨が降っていくかわからない状態です。今日の天気予報も雨マークが、なんていうんですかね、感覚的に雨曇り雨曇りなどという感じで雨マークが時間的についておりましたので、傘のご用意お忘れなく。それでは今日もいってらっしゃいませ。やぶちゃんスイーツバスは たくさんの方にご応募いただいております。ぜひとも早めにご登録お済ませくださいませ。限定44名です。よろしくお願いします。いってらっしゃい。今日も一日素敵な一日でありますように。